本日の動画は私以外の何かが映り込んでしまっているのですが、お気になさらずに最後までお楽しみください。ハロー、アサギーニョです。皆さんどうもこんにちは。春の風が吹いてまいりました。それでは今日は私のバッグの中身を紹介したいと思います。私のこのバッグは、ヘルツっていう革のブランドのカバンなんやけど、半年前ぐらいに買って、で今私のお気に入りポイントは、バッグに結構全部、トートバッグとかにもこの持ち手のとこにこの、なんていうの？スカーフを巻くというのが私の中の流行りです。あと巻いたりとか、こうやってやったりとか、こういうのも最近まあファッションとしては流行ってきてるよね。こうやってここに巻いたりとか。で早速私のバッグの中身、最近はね物が超減った、ものすごい少ない。でまず私の絶対的に持っているもの、ナンバーワン、チジン、お財布です。これ前ね紹介したお財布なんだけど、もう変えたいって言って、ちょっと見て、ここがね黒くくすんできちゃったから、これ変えたいんだけどまだ変えられていません。なんか面白いの入ってるかな。カードはこのぐらい入ってる。これでも結構減らした。このぐらいの束感、まあだいたいお揚げさんぐらいの太さぐらい入ってる。バキュン。で次がまあいつも持ち運んでいるカメラです。これは G7X Mark II。このコンデジはいつどこで動画を撮るかわからないが、うちの場合はもう思いついたらすぐ撮っちゃうから、だからこのコンデジを持ち歩いてます。はい。バキュン。で次。ああもう私は最近ねよく言われる、動画とかインスタとかで言われることがある、アホ毛がすごいですねって。だからもう買ったよ。みんなが何回も何回もアホ毛がすごいって言うから、こちらこのこれはこれなすごい汚い、ちょっとめちゃくちゃ汚くてちょっと恥ずかしい。バキュン。で次、次は、じじじーん。iPad。iPad は、もう、いつでもどこでも。前まではね、もっと重かった。もう、本当に、今年の目標は、荷物が軽くなるっていうのが目標だから、iPad を買いました。この iPad は、もう、パソコンよりもちっちゃいし、こうやって、キーボードもここで打てるし、普通にこう iPhone みたいに、こうやって、こういうこともできる。これで基本的にほらインスタグラムとかのお絵かきは iPad で描いてる。バキュン。次、ちょっと恥ずかしいな、これはクリア恥ずかしいな。じじーん。ちょっと長すぎるんですが、これは充電器です。バキュン。次にこちら、これまんま入れるの良くないと思うんだけど、じゃじゃーん。これはニューヨークで買ったサングラス。これはね普段お外ではつけてます。見かけたらぜひ声をかけてください。バキュン。次はちょっとこれもちょっとね見せたいな、お菓子。これはたまたま今入ってるだけで、毎回お菓子が入ってるわけじゃないんだけど、食べっ子動物とチョコレート。でももうそんなに、結構本当に成長して荷物が減ったから、そんなにねたくさんあるわけじゃない。じゃじゃーん。これはイヤポッツです。私はもう最近普通のイヤホンは持っておりません。こういう感じでよくほらバキュン。でもね結構もう差し掛かってる。やっぱり最後は皆さんの大好物ポーチです。ニューヨークで買いました。じゃあポーチの中身いっちゃいますか。あでもファンデーションがめっちゃおすすめなのがある。もうこれはちょっと言えないな、でも言っちゃう。はい、お待たせ、皆さんに告白します。私スック使ってました。これを使って私はこの
ちょっとツヤっとしてるでしょ。まあそのファンデーションが悪いというか、私の肌質がすごい変わっちゃって、もう乾燥がすごかったから、いやちょっとやばい。これを使ってるんだけど、もうめっちゃおすすめ。お肌をツヤっと見せたい、でもカバー力は欲しいっていうあなた、そこのあなた、あなた、あなた、あなたの、あなたへおすすめしたいファンデーションでした。というわけで、もう私の荷物がすごい少ないっていうことにあなたはお気づきでしょうか。前はもう十何キロぐらいあるっていうぐらいめちゃくちゃ重たかったけど、今はまあトイプードル1匹2匹ぐらいの重さです。キュン。以上、今回は私のバッグの中身を紹介しました。次はなんか何かリクエストとかあればぜひ。それでは、じゃあ次の動画も見てねー。バキュン。寝落ちすぎた、ちょっと。